はい、アメリカ女子ツアーの第12戦、みずほアメリカズオープンの最終日の結果、まだ終わっていないので、速報をお伝えしたいと思います。これから会社に行かなきゃいけないのでね、はい、途中で、えー、ちょっと終わりになってしまうんですけども、速報です。まず、最後真央選手から行きましょう。出だしボギーダボスタートだったんですよ。いや、これはちょっとなと。 思ったんですけど、よくそこから持ち直しました。その後、6バーディー取って、今日は6バーディー、1ボギー、1ダブルボギーと、69、結局は3アンダーと伸ばして終えました。2日目ではね、3位タイまで行ったので、まあ上位で戦うことも増えてきたので、今後もこういうシーンが増えて、優勝も狙える位置にこれから来るんじゃないかなと思います。ウェイティングでね、 出場権が降りてくるのを待ちながら、やっぱり出たいから、まあ、ウェイティングで、あの、出場権が降りてくるかわからないんで、マンデートーナメント、月曜日にやる、あの、出場権を争う予選会にも出場して、これは1打差で落ちてしまったんですけども、でもね、欠場者が出まして、まあ、あの、例のお腹痛い事件ですよ。 あのクラブハウスで誰かが毒を持ったのか知らないですけどもキャロライン・マッソン選手が欠場してなんとか出場できたんですよねでこの試合で、まあ、終わったらリシャッフルを行われますけども最後マン選手80位以内にもう余裕で入ってますあのランキング53位ですからねもう余裕ですねもう確実にシード圏内の80位以内というのは決まってますので 今後の試合は出場権が降りてこないとかっていうのがなくなって、割とこうスケジュールが組みやすい感じになってくるかなと思います。まあ今日のスタッツ見ると、まあ数字も安定していて、で今日はパッドがなかなか入ってくれたかなというふうに思いますね。まあ第2ラウンドと同じような感じのスコアになっているのでね。はい。これからちょっと楽しみで、まあ全米女子オープンね。 また、ちょっとね、同じジャンボ軍団の笹生優花ちゃんが1回優勝している、あのー、感じですからね、ちょっと期待できるかなと思います。はい、そして西村優菜ちゃんいってみましょう。今日はね、1番4メーターぐらいにつけてのカップがなめてね、これパーだったんですよ。ちょっとこう先行きが不安だなと、最初思ったんですけども、5番で取った後、13番でも取った。 まあ14番のパー3はね、まあ、絶対つけちゃいけないところについてしまったんですグリーンには乗ったんだけど、こっからカップに寄せようとすると、今日のカップの位置がね、パッドで打とうとすると、ラ,ラフがせり出してるところにラインがかかっちゃうんですよ。だからね、ラフに一回あの、ラインが通ってからカップに寄っていく感じで打たないとダメなんですよ。 だからもうラフでもう食われちゃってそこで止まっちゃったらどうすんのっていうすごい難しいラインから打ったんですけども結局打ってちょっと弱かったのでそこのラフに行く前に右に曲がっていってぐーっと切れていってピンから遠ざかって2メーターぐらいのところで止まって。 で、これが入らずにボギーでした。これはちょっとしょうがないかなという感じの場所に乗ってしまったという感じですね。まあちゃんとグリーンオンしたんですけどね。ここはちょっと難しかったです。で、まあ最後の2ホールですよ、見せ場はね。17番は2メートルついて、セカンドショット。これでバーディー取ってからの18番ですよ。セカンドショット、完全な水ショットです。完全な水です。もうひどいショットって自分でも言ってました。 セカンドグリーンオンできずにね。まあ、グリーン左手前のバンカーのもっと手前に落ちて、ラフからの28ヤードのアプローチが残ったんですよ。で、これをそのままぶち込んでのチップインバーディー。もう DT がね、あのデビッド・テイラーさんっていうね、キャディーさん、あのタトゥーだらけのね、あのキャディーさんと。 同組の選手たちとかと、もうみんなとグータッチしてね。もう DT がダンスしましたね。本当に。初めて見ました、あのダンスは。今日は4バーディー、1ボギーの3アンダーとね。今日はまあ、スタッツ見てください。まあ、ボギーは1個ありました。あれはしょうがないとしてもね。あの、まあ、バンカーとかに入れることなく。でも、バンカーは、昨日もお伝えした通り、西村優奈ちゃんって3度セーブ率。 1>, 1位なんですよ。アメリカ女子ツアーナンバーワンです。80%ですから。で、2位のアディティ・アショクっていうインドの選手が2位なんですけども、サンドセーブ率65.85%ですから、もうダントツの1位で、もう世界一のサンドセーブ率を持つ西村優菜ちゃんで、今日はサンドセーブしなかったですけどね、あのバンカー自体に入れなかったので、まあ、これからです。はい。バンカーに入れてもセーブしてくるゆなちゃんですから。 これからもっと上、まあ皆さんアメリカの方たちはこんなちっちゃいジュニアみたいな子がよくこのスコアで回れるなと、まあ道義も抜いてるかと思いますね。それから次、ナッサー行ってみましょう。畑岡ナサちゃんですね。今日はまあランク1位にもなったことがあるアッテアティティくんと一緒に回りました。いきなり1番でね、8メーターぐらいのバーディーパッド ぶち込んんでで、ね、バーディー取ったんですよもう最先良かったんですけどまあちょっとボギーも多かったけど、まあ、3番はねパーオンならずもアプローチでねピンにガツンと当たってねちょっと強かったんでまあラッキーなパーとかありましたねで6番のパー5はね2オンに成功してイーグルパットもう少し強かったらなっていう惜しいパットでねまあなんとかバーディーは取りましたけど惜しかったですまあそういったのもあって まあなかなかこうちょっとあの大きくは伸ばせなかったんですけども5バーディー3ボギーの2アンダーと。まあなかなかの成績。まあ全米女子オープン取りたいですからね。徐々に上げてきたかなと。昨日もお伝えした通りパターンのロフトをあの2.5度から3度に変えたりバランスも D1 から D3 に変えたりね。鉛も張って重くしたり。なのであのまあスタッツ見てもね。 パッドが安定してきてるっていうのが分かると思うんですけども、まあ皆さんもね、パッドがショート気味の方は、ちょっとパターの、まあロフトを変えるっていうのはできないかもしれないけど、重りをつけてね、鉛を貼ったりして、パター自体を重くするっていうのはちょっとおすすめかもしれないです。まあその人に合うかどうかは分かりませんけどね。そしてまだ途中なんですけども、エッティですね、古江彩香ちゃんです。去年はこの大会4位でした。 水穂の契約プロ、ホステスプロとして出場していますけども、今日も昨日も一緒だったね。ジュニアの子、ヤナ・ウィルソンとね、一緒でした。で、もう一人はガブちゃんですね。ガブリエラ・ラフェルズ。彼女はもう14歳までテニスプレイヤーって言してたからね、プロ目指してたんですよ。両親もプロテニスプレイヤーですからね。ダブルスではね、ヨーロッパで21回も国際大会優勝してるようなすごい選手なんですけども、燃えつき症候群でね、 遊びで始めたゴルフでここまで来てます。10年しか経ってない。まだゴルフ始めて10年でここまで来るかいっていう感じですけどね。今日はエッティは、まあ2番でね、パー3、3メートルにつけてのバーディーでね、もう上を追い上げる形になって、3番でも手前4メートルについたんですけど、これがちょっとね、入らずにパーでした。で、6番、これ6番でね、 パー5ですけどもね、セカンドが左に引っ掛けちゃって、まあカート道のそばに行っちゃったんですけども、3打目でね、2.5メートルにつけてのバーディーでした。この時ね、カモンイエーっていうギャラリーの声がかかりました。まあ日本人以外の方でしょう、多分ね。海外にもファンができて認知されてきてるなっていうのはこの時わかりましたね。なんとこの時ね、トップのネリー・コルダが落としたので、エッティトップに立ちます。 で、7番でちょっと落としちゃったんですよね。まあ、ショット左のバンカー入れちゃって、ピンまで176ヤードあるんで、ピンチ。顎の高さもあるから、もうこれはグリーン狙えない。ピッチングウェッジでレイアップしました。で、まあ、ピンの奥につ、まあ、けて、ボギー、あのパーパットを外してのボギーだったんですけどね。で、後半に入ってから、まあ、12番で落としてしまったんですけども、まあ、この、 前にね、鬼門って昨日言いましたけど、この9番がなんとかパーで切り抜けたので、まあ、後半伸ばしてこれるかなと思ったんですけども、12番でパーオンできずに、アプローチもよらなかったのでね、ちょっとボギーになってしまったんですけども、13番のパー5はね、3打目4メーターぐらいについて、これをぶち込んでのバーディーこの時、11アンダートップです。で、 ワウワウの日本人専用カメラがここで終了してしまったし、私も会社これから行かなきゃいけないので、ね本、本層に、まあ、切り替わるところだったんですけども、ちょっと時間がないので、速報はここまで。エッティ、今トップです。私がこの声吹き込んでるこの時点でトップですけどもね、これからどうなるのか、ちょっと楽しみにしていきたいと思います。以上です。 このチャンネルではこうしたプロの試合の解説の他にもね、いろいろな動画をアップしています。このチャンネルのアイコン、侍が100を切っているアイコンがありますけど、このアイコンをクリックすると、本の見出しみたいにね、いろんなテーマの動画をまとめてありますので、試合の解説以外には他にも、まあ、100切りを目指す方の参考になるレッスン動画などを実際に自分で試した動画とかね、話のネタになる豆知識とかね、 ランキングとか、まあ、他のツアーなんかもやってますのでね解説そういったのもありますのでよかったら見ていってくださいまあ時間ないから後で見るよって方はねとりあえずチャンネル登録だけしておいて後で見ていただければと思いますのでねチャンネル登録っていう下のボタンをねクリックしておいてくださいではまた <music>